皆さん、アロハ。お花とエリックと福助ファミリーで道の駅あそぼうの号クギのドッグランからお送りいたします。福助ファミリーを紹介します。ジャック・ラッセル・テリアの大吉くんと小次郎くん、そしてオールド・イングリッシュ・シープドッグの福助くんです。福助くん大きいですね。なんとまだ11ヶ月です。そして体重は40キロあるそうです。すごい。人間界で言うならジャニーズ系とでも言いましょうか。圧倒的な存在感ですね。マーベラス。はい、お花の登場です。今日はあそぼうの号クギのドッグランは初めてです。お花ちゃん楽しめるでしょうか。今日はい、今日もお尻フリ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 、かわいいですね。おっと、ふくちゃんのところに向かっています。おい、ふくちゃん。はい、福ちゃんとのツーショットです。この日は日曜日で人がたくさんいました。そして猿回しのイベントもやっていました。おお花は福助くんと今日は初めて遊びます。やったー。はい、福ちゃん。はい、福ちゃん来たー。リコさん、福ちゃん。はい、お花も来た。ドン。あれ、ぶつかりましたね。この日のドッグランは曇り空でとてもいいコンディションでした。やったね。今お花が向かっている奥の方は小型犬エリアになります。お花はちっちゃい子が気になるんでしょうか。福助くんも来ました。はい、福ちゃん。福助くんもちっちゃい子が気になるんでしょうか。福助くんのパパにお願いしてリードを持たせてもらいました。夢のオールド二頭飼いです。エリック大変喜んでました。ねえねえパパ、ねえねえパパ、なんか知らない人がリード持ってるんですけどって感じですかね。パパを追いかけていってます。みんな揃いました。記念撮影しますよ。はい、いいですか。みんな記念撮影しますよ。その前におやつタイムです。うわー、これこれ、福助くんとお花の後ろ姿たまらないですね。あー、かわいい。
阿蘇の山々をバックにツーショットです。ふくちゃんのパパとママ、今日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。とてもいい一日でした。またお花と遊んでください。ありがとうございました。